これ京都鉄道博物館で買ってきた鉄道模型なんですが、開けてみたいと思います。梱包されて送られてきてるんですけれども、物はと言いますと、あ、特に外側には何も書いて、ああ、あった。80分の1スケールディスプレイモデル D51 型蒸気機関車205機、天正堂さんの、スペシャルビルドと書いてあります。早速開けてみましょう。開けるとですね、なかなか無地の箱なんですけど、うわ、これどうなってんだろう。このまま出していいのかな。いいんでしょうね。うわ、結構これタイトだな。結構ちゃんと包装されていて、開けてみますとどうなってるかというと、こうなってますね。見えますかね。読むと D51 型蒸気機関車205機と書いてあります。で、裏には天正堂と書いてあります。これ HO ゲージではないのかな？まあ、たまたまその大きさなのかもしれませんが、外れんのかな？これラップで止まってるのはいいけど、なかなかこうか。あ、これ箱蓋が外れちゃうのかな。まあいいんですけれども、あ、透明のケースが外れますね。こうくっついてて当然なので動輪とかは動かないんですけども、ああ結構重いですね。ダイキャスト金属だよな、ですね。D51-205機となってます。こんな感じですね。ちょっと光の当たり方もあるんですが、なかなかこういう風に見せるといいのかな。精巧に作られてます。まず重いですよね。金属製の、まあ動かないですけれども、モデルとしては非常に凝ったものになっています。本当はこれがターンテーブルみたいにこれが回ってくれるといいんでしょうけど、なかなかまあそうもいかないんで、こうするとですね、ちょっと光の加減で見にくいかもしれませんけども、これが正面のこんな感じになります。まあなんかこう意図せず遠近法みたいになってますけども、こういう感じですね。ターンテーブルの上ではないので手で送りますけども、それがこうなっていて、後ろの絵も多分いいでしょうね。
淡水車っていうのかな、後ろから見るとこんな感じです。非常に細かい、本当にそれは細かいですね。どういうところが細かいかっていうとですね、まあ見ればわかるといえばわかるんですが、光の加減でちょっと見えないか、こうこの角度で見るとわかるかな。結構この淡水車の後ろの部分とかもすごく細かく作られてますね。当然こう寄るとどこまで寄るかですけども、こういう感じですね。非常に精巧に作られていると思います。配管とかもちゃんとですよね。でラインがあって動輪もこういう風になってます。まあやっぱりこんだけ大きさがあると、欲を言えば動いてほしいっていうところはありますけども、これ動くようにするとなかなかそれはそれでモーター積んだりとかいうのがあれなのかもしれないですね。まあ石炭が乗っていてこういう感じですね。そう、どこを見るかにもよる、ちょっと光の加減にも合わないと思うんですけれども、こうすごくそのディテールにこだわって作られているということはわかります。寄るとこんな感じですね。ちょっと照明までは持ってないんで、光の当たり具合によって分かったり分かんなかったりすると思いますけれども、こうこの機関車部分と淡水車をつなぐ部分、こうちょっと見えるかな、こんな感じなんですけど、すごくこう詳細なところまで再現されていると思います。これでわかるかな、まあわかんないかな、こんな感じですね。ターンテーブルとかがあって、その上で回すのが本当は一番かっこいいんでしょうけども、こういう風に精巧に作られています。連結の部分も、連結ではないんですけども、重連走行みたいなことに対応するように、こういう部分も結構細かいですね。